皆さんこんばんは。武田邦彦の本当の話番外編深い話です。私はアシスタントを務めます倉島桃子です。どうぞよろしくお願いいたします。さて、この番組の主催は中部大学特任教授武田邦彦先生です。今回もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さて、今回はですね、先生、2021年の年明け最初の深い話ということになりまして、まさに年明けにはふさわしい、新しい年を迎えるにあたっては、もう神聖なと言いますか、そうですね、そういった気分になりますけれども、なんとなく片山先生の話はもうだいぶ遠くなったかな、遠くなりました。威力はありそうですけども、この埼玉県の、なんていうところですかね、今日はですね、ロケの場所は埼玉県加須市にございます。加須市という場所で、ございます。で、神社の名前がありますね。今日の場所はちょっと特別でして、玉敷神社という、玉入れの玉というですね、敷物の敷の玉敷神社ですね。まあ、多くの人が知ってるこれの場所というと、今日私熊谷から来ましたから、行田とか、まあ、そんな感じですかね。私の使った駅は北鴻巣という駅を、使いました。埼玉県ですかね。ここ埼玉県の北の方、北埼玉というふうにも。そうそう、随分離れますけど、四季と同じ県ですか、ここは。同じ県ですが、だいぶ距離感ありますけどね。埼玉県広いのでね。ちょっとまあ都心から離れたところに来ておりますので、この子を舞台といたしまして、今回お話し進めてまいります。後で井戸先生からももっと詳しい話あるんですが、第1回の片山先生のシリーズは、人間の体を中心として、日本の文化、そういうものに触れていただいたわけですが、なんつったってやっぱり日本の文化というのは神様っていうか、僕の最近の あれによると、日本というのは自然と一緒の神様、もしくはご先祖様との神様、この2つで構成されていると、今日否定されるかもしれませんがね、そういうことでやってるわけですが、なんつったって日本の大地っていうのは、まず例えば北海道を開拓するときは北海道にまず神社が行きましてね、神社が行ってそこら辺をこうなだらかにして、それから霊を収めるっていうのかな、トゲトゲしいところをなくして、そして人間が入っていくっていう、そういうような文化なわけですね。そういう点ではこの玉敷神社もこの北関東というか中部関東ですかね、ここはね、ですね、中部関東の全体を収めると、最新っていうのかな、中心になる神様は大国主の御事、なんか正式名前は違うかもしれませんが、で国づくりの神様ですね、そういうことで非常に由緒のあるこの地域では非常に大きい、しかもこの玉敷神社の境内っていうのが、日本の大地ができる時に荒々しい大地ができて、そこにだんだん苔が生え、草が生え、そして木が生えていくという点では非常によく保存されていて、日本のこういった平地における林としてはですね、最終的な状態に落ち着いた場所でもあるんですね、そういう意味では、神社としても有名ですけれども、この玉敷神社近辺の林ですね、これが日本の典型的な完成された林と、いうことでも名が知られていると、こういう感じですね。それでは改めまして本日のゲストをご紹介したいと思います。民族情報工学、そして洋上料理家でもあります。そして多摩美術大学の非常勤講師、井戸理恵子先生です。先生、改めまして本日はよろしくお願いいたします。井戸先生は強力ですからね。かなり頑張らないと僕らやられてしまいます、僕も随分長いお付き合いで、おそらく20年以上ですよね。その間井戸先生と神社をいろいろ教えていただいたのはもちろんのこと、伝統材料研究会というのをやっておりまして、井戸先生のいろいろ広いお付き合いですね、例えば、宮大工さんとか、そういう家具とかですね、いろんな刀の鍛冶の方とか、そういう方とも名古屋大学、私の名古屋大学時代ですけど、よくお付き合いしていただいた、それから多摩美術大学のいろんな先生もしておられて、最近では何か東京の西の方で、養生って言いますか、お店をやっておられると。西荻窪で、井戸さんだからただの店ではなくて、なんか理屈のある店だと思うんですがです、ね、どんなことをやっておられるんですか。
食べながら体を調整していくという。なるほど、はい、なるほど。で食べた方 の、 その味覚で、味覚でその甘い辛い酸っぱいしょっぱい苦いってどういう味を感じたかによって、ね、その方の体調が分かるという。なるほど。ことをやってます。なるほど、はい。まあ、あのそういう伝統的なあれですね、はい、ここに本がありますけど、井戸先生が書かれた本で、これがちょっとだけど古いのかな、これが、ね、日本人が大切にしたい美しい暮らしという本ですね、2013年頃の本、ご本ですけど、それから、その次か最近の本では、日本人なら知っておきたい神様を味方につける本ということですね。いや、まあとにかく学者の方はともかくとして、普通民間におられる方では、僕の知り合いでは井戸さんが一番見識があるんで、はい、ぜひ一回お読みになるとですね、これはまあ生活ですね。それから今日ちょっと中心にお話しするの、もちろんこれだけじゃないんですけど、一応今日はですね、最初に全体的なこう概念といいますか、そういうものをお話しいただいて、それからまあ3回目か4回目ぐらいになりますが、しきたり12ヶ月ということで、まあ、そういうお話をしていただくと、はい、まあ、いう予定であります、はい。それからついでにじゃあ失礼ですが、今日ここ場所も貸していただきました、はい、玉敷神社でありますが、ここもですね、大変に霊験新たかなところでありますので、皆さん何かの機会があったらお寄りいただきたいというふうに思います、はいはいはい。それでは早速本題の方に入っていただきたいと思います、はいはいはい。ではまずはこちらから。そうですね、はい、まあ、これは全体の構成を井戸先生のお考えになっている自然、人間、神、そういったものですが、まあ、ずっとどうぞお話しいただければ。はい、もともと日本人 その民族学という学問というのは、その生活科学というふうなところでも捉えることができてですね、その中にもたくさん の、 その知見、先人たちの知見が網羅されているんですね。例えば盆踊りっていうと、ただまあ踊ってるだけではなくて、盆踊りの動きの中に気候的なものがあったりとか、まあ、日本の盆踊りって全部その天を仰いで、で地を仰いで、そしてその自然を寄りつかせて、そして払うという、まあ大体そういった形なんですけれども、その形というのはそのまあお盆とかっていって、こうご先祖たちが帰ってこられて、そしてその楽しいんだけれども、向こうの世界に持ってかれないように、自然の力を自分の体に寄せておくという、まあそういった必要性があるみたいなこととかですね。ですから、まあそのずっと伝えられていることの中には必ず何かしらの意味があるということで、そういった意味をですね、さまざまな今のその学問的な分野に分けて考えるということでですね、ずっと活動をしてまいりました。でたまたまこの民族情報工学というこの名前もですね、私がその民族学の話を先生にしてましたら、武田先生の方が、江戸さんこれ工学ですねっていうふうにおっしゃっていただいて、これはもう井戸さんがやってるのは、これ普通の民族学とちょっと違うと、その工学的になぜならばということを突き止めようとしているのは、もはやこれは工学は福祉のためにあるわけだから、みたいなことをですねおっしゃっていただいたところから、はっと気づきまして、そこでその人間がこれからの時代にそのよりよく生きていくために、何かこうつまずいた時にどうすればそれを乗り越えていくことができるかということをですね、指針としまして、まあ、書いた本もこちらなんですね。ですから、昔の人たちはしきたり通りに生きていれば何の憂慮もなかったという。ですから何かあると、そのしきたりを、もしその何か例えば震災が起きるとか疫病が流行ると、そういった時に昔の人たちはどうしたのかっていうことで、まずそのしきたり通りに生きることによって不安をなくすということをしたんですね。それはもうご先祖様たちはもうすでに神様だったので、まあ、そういうことでした。後々だんだん深く入ってきますが、はい、地球上でこの温帯の島国っていうのは、まあ、日本だけでありまして、まあ島が随分あるし、温帯っていうのは普通のところだから、日本人は温帯の島国なんていっぱいあるだろうと思ってるんですが、実はまあ、イギリスがあるんですけど、イギリスはちょっと亜寒帯で、もうかなり寒いし、それから
あと普通の島国っていうのは大体インドネシアとかフィリピンとかその南赤道直下ですね、まあ、そこら辺にあると。それから南半球にはニュージーランドとかマダガスカル島なんかがあるんですが、ちょっとまあ歴史的には南半球はほとんど人がいなかったわけですので、まあ、そういう点ではまあ温帯の島国でしかも40万平方キロメートルぐらいある、この島の大きさっていうのは非常に重要で、島があんまり小さいと文化を形成しないんですね、はい、あんまり今度は大きいと大陸になってですね、これもまあ違うと。それからさらには日本列島のある場所がちょうど大陸から100キロぐらいのところで、まあ文化とかそういう動植物の交流はあるけれども独立性もあるっていう、まあ、これがうんと離れて1000キロぐらいになりますとね、ガラパゴス島になっちゃってですね、はい、その全然流通がないと、まあ、いうところで独自の文化を開くわけですね、まあ、そういう点では日本というのは極めて特殊な、世界の中で特殊な環境にあって、で温帯の島国である、それから大きさが大体37万平方キロメートルぐらいあって、島としての一つの文化というのを形成できる大きさだと。それから大陸からまあある程度の距離があって、つかず離れずという状態にあるということですね。それでまあ日本人としては当然の四季折々なんていうのはですね、本当日本ぐらいしかないんですよね。私はもう随分若い技術者の頃に世界各国、まあ30カ国ぐらいですかね、実際に住んだっていうか仕事をしたとかですね、まあそういう中ではもう特別に日本っていうのは自然に恵まれてるわけですよ。日本と同じような気候でなかなか焼け死にもしないし投資もしないようなところってのはあるんですけど、極めて風が強かったり、もう全然日照りばっかだったりっていうふうにですね、そこのところはもう日本はもう偶然に非常に良かった。その中で、まあ、多分井戸先生の今日の話もそうだと思うんですけど、自然を見ながら文化伝統を作っていったというところはですね、まあ日本独特なんですね。普通は気候があんまり激しいと自然と対決するようになっちゃうんですね、まあ、自然を敵と見てやると。しかし日本ぐらいだと自然の中で自分が生きていくということができるようになる。そしてまた非常に穏やかなんで、まあ、今井戸先生がお話になったように祖先の生活の仕方というのはそのままこう自分もですね安心して生活人生を送っていけるという環境にあったということなんですが、これちょっともう少し細かく、そうですね、これとか、はい、ここ次はいいですか。そうですね、はいはい、これ全体をこれから説明していきます、まあ、はい、じゃあ次の部分的にですね、はい、はい、で、そんなところですね、はい、実際にじゃあ少しご説明していきたいと思います。そうですね、次行きましょうか、はい、民族学と民族情報工学ということなんですが、民族学ということを、まあ、あまりご存知じゃない方もいらっしゃると思うので少しご説明させていただきたいと思います、まあ、民族学というのは裁縫学っていうフィールドワークとそれから文献学、まあ、こういったその本ですねによってですね研究されているものなんですが、主に私の方は日本全国を30数年以上にわたって歩いて研究してまいりまして、ほとんど網羅してます。まあ、小さい島とかですね、なかなか行けてないところもあるんですけども、大体もう全て自分で車で足で歩いて研究してまいりました。で、残念なことにですね、本とかに残せないこともたくさんあって、要はそれはタブーだったりとか、その人たち、その村とかその島の人たちの心を傷つけるようなことであったりとか、その現地の人たちも、絶対それは口に出しちゃいけないとか、外の人に知られてはいけないとか、まあ、そういったこともたくさんあってですね、なかなか口にできないところもあるんですけれども、それでも、やはりこう伝えていくべきことはあるので、それをこう本に書けないところをですね、言葉でなんとなくニュアンスを分かっていただきながらお伝えするというようなことをずっとやってきております。で、日本の民族学はですね、主にその後者の方法で発達しました。で、この民族学という名前をつけたのはこちらの折口信夫という人 で、この折口先生が、民の俗なる学問ということで、まあ、当時も文化人類学的な学問はあったんですけれども、いわゆる民の族ですね、まあ、祭族とかああいったその学問はあったんですが、あえてですね俗っぽい方、要するに民の生活の中に本当の歴史があるという、歴史というのは為政者が書いたもの、要するにあとはもうこの
本に書かれたものっていうのは私たちの立場からすると割と嘘が多くてですね、その自分たちの何ですかね、まあ権力とかそういったものを示すために書いたものとか多くて、でどんどんこう、掘り下げていくとえって思うことがすごく多いんですね。ところが民の中に伝えている、言葉ですとか、文化というのは、命を守るため、自分たちの種族を守るため、あるいは技術をずっと、進めていくためというか、まあ、そういったこととしても命がけでね守ったことがたくさんあって、なので、まあ、民族学の学問の中にある、そのフィールドワークっていうのは非常に重要じゃないかなと。あとはまあこちらのお祭りとかもそうですね、お祭りの方というのも実はものすごくたくさんの意味が含まれております。まあ、そういったこともまたお話しできればと思います。まあ、この書かれている3人はまあ日本でも有名な、まあ、民族学などを中心にして、まあ進めてきた方々ですよね。そうですね、はい、折口先生もそうですし、柳田先生は非常に有名ですが。そうですね、で、あの水方熊楠という人がいまして、はい、まあ、この方も博物学とかもう本当に、ね、かなり範囲が広いんですけれども、でこの方が そもそもは、明治の頃に明治、神社合祀令という、まあ、その西洋からねいろんな文化入ってきて、明治政府が土地を開発するために山々にねこうちっちゃい祠とか神社とかあると邪魔なわけですね、そこはもう神様が祀られているので触らないでくださいとか、それはたたりがありますとかっていうことで、じゃあ合祀してしまいましょうということでですね、どんどんそういった小さい神社をこう合祀すると、もう日本中の神社がなんだかわけわかんなくなっちゃう。そうするとそこの土地に住んでいて神様を祀ってたおじいちゃんおばあちゃんたちが私たちの神様がもらわれてったみたいなことで、まあ心をね病んだりとかそういうことがたくさん起きます。そんな中で水方熊楠は最近ですね、最近とか年金の世界、その年金の世界で神島という島にあった神社がねやはり合祀されるというのは非常に心を病んでですね、でそこから、神社合祀令に対する反対運動というのを起こします。それで当時、役人だった柳田先生のところに手紙をせっせっせっとずっと書いて、でこう神社をなくしてはいけないとか地名を変えてはいけないということをですね一生懸命こう訴えるわけですね。そこで柳田先生が初めて民族学者になっていくという、はい、そうですか。最初から全然興味なかった。どこかの役人だった。もう国の役人です。あ、国の役人だった。実際に柳田先生の周りはほとんどクリスチャンとかだったりして、はい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 、奥様とかね。あ、はい、なるほど。で今ではだけど柳田先生ったらもう民族学の中心みたいな感じで僕ら捉えてますけどね、はい、武田先生も多分一緒に行かれたと思うんですが、はい、柳田さん の息子さんの奥様のところに一緒に行ったと思うんですけど、あちらもみんなクリスチャンで、でえっていうわけ、あなたはなんでそんな日本のこと知ってるのとか言われて、え、柳田国王のお家なのにみたいなことちょっとあったりしたんですけどびっくりしちゃって。でもっと教えて、まあ、南方熊楠っていう人はまあ最近でこそ割合と知られるようになったけど、僕なんかもね学生の頃かなんかこれどう読むのかなと、まあ、方と南方、はい、南方南方南方です、ね、南方ですか、うん、南方、それでおまけに名前が熊楠なんて名前ですからね、はい、すごい名前ですよね。そうそう、はい、ものすごく変わってますよ。性格も変わってるし激しい人ですよね。激しい人です。海外にもよく行ってたし、はい、広い範囲でまあこの頃まだ学問のそのきちっとした分類ないからかばわないんだけど、手当たり次第っていうところもあるんですよね。エコロジーというエコロギーですね、はいはい、エコロギー環境ということに対して一番最初日本人で定義した人がこの人だったと、はい、まあ、そういったその先人たちを残した、生活を豊かにするためのさまざまな技術というものに注目をするということが、まあ、この民族こちらの情報工学ですねの方に、はこちらを中心としております。で生活科学とでも言える、事象を先人たちの認識にのっとって細かくですね工学的に検証してみてはいかがかということを、まあ、先生のご提言にのっとって始めたのがこの民族情報工学ですね。でそのじゃあ次のページで、はい、じゃあ具体的にどういった形で進めていくかといいますと、まあ、伝統とか伝承というものを主に、捉えていくわけですけども、
まあ、これは広辞苑の方にはこのように書いてあります。伝統伝承とはある民族が社会団体が長い歴史を通じて培い伝えてきた信仰風習制度思想学問芸術など特にそれらの中心をなす伝統的あり方、もうこれをねもう学問にしちゃってもいいぐらいなことなんですけど、でまた伝承はそれを伝え聞くこととか、まあ伝え受け継ぐこと、古くからあったしきたり制度信仰習俗公費、伝説の壮大を受け伝えていくこと、またその伝えられた事柄ということですね。これはまあ科学的な根拠のない迷信などもあり、まあ一般的には自然科学的知識とは相入れない知識形態とされてきましたと。おお、はい、そうですか。はい、でその後ですね、はいはいはい、バッともう一個出てくる、はい、あれあれ下はないんだ。あ、下がそう。ちょっとじゃあこれはちょっと口で今言っていただいて、はいはい、民族情報学工学の発想はこれを、人間という霊長類がその年その場所から得た感性を長い機会において必要かくべからざるものとして有形無形に存続してきた知見は科学的考察に値するという態度で、要はその長い長い期間そこをこうずっとこう、まあ、時代という時間というフィルターそこの時間の中にいろんなこうことが起きますよね。その人たちのその時々のフィルターを超えて伝えられてきたことっていうのは割と普遍性があって、でそういったことをその普遍的なことが社会共同体のあるその一つの生命システムとしての健全な存続と発展を支える情報というふうに捉え直してそれを研究しているというところが他の、うん立場とは違うところです。最近トランプ大統領と出てきたわけです、はい、なぜトランプが出てきたのかという考察がいろいろあるわけですね、うん、それはなぜかというとそれまではそのいわゆるグローバリゼーション、つまり、世界のどんな生活習慣もどういう商取引の慣習も生活の感じもそれを全部共通的にやれるんだと、まあ、ご飯を食べると言ったら全部がマクドナルドなんだと、はい、まあ、そういう思想があるわけですね。この思想がどこから出てきたかというのは難しいんですけど、まあ、一般的には例えばユダヤ民族で、ユダヤ民族がユダヤ民族というのは非常に伝承的なんですよ。今でも変な帽子かぶってひげ生やして、独特の文化なんですけど、かつ国を失ったもんですから、国を失った民族っていうのはどう生きるべきかっていうと、もうグローバリゼーションで生きるしかないんで、それで、まあ、グローバリゼーションの思想を作ったり、まあ、これはいろいろご批判があるからここで言うのはちょいと危ないんですが、まあ言えば共産主義思想ですね、マルクス主義、ああいうのもどっちかって言ったらグローバリゼーションなんですね。ですから、例えばソ連を作るとソ連ができるとコミンテルンというのができましてね、それで、世界全ての民族を共産主義にするという活動をしだすと、でそれの後に今度は、それが商業化されましてね、そのコミンテルンまではどっちかというと政治的活動なんですが、その後こう戦後急激に増えたのが言ってみれば、国際資本主義といいますか、それでこうどん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 全部の単一にしていくと。ところがやってみるとね、これは違うんじゃないかと、まあ、いうことが2000年ぐらいから出てまいりまして、我々は今井戸先生がお話になったようにどうも人間というのはですね、その地域地域の、まあ、今言われた感じでは伝統だとか文化とかそういうものに根ざした生活をしている。しかもそれは個人じゃなくて集団としての一つのまとまりで形成されている。じゃあそういうふうに形成されている集団だとか地域とか文化伝統というものと全く相反する、まあ、世界中 全員がマクドナルドを食べると、まあ、いうような文化は間違ってんじゃないかと、まあ、いうのが最近の、まあ、世界の政治の方向でですね、まだこうコンフリクトしてまして争いはあるんですけども、で、まあ、我々のこう人生とか体とか健康とかそういうのを見ますとね、今も盛んにほらこの日本で取れるものを食べた方がいいとか、地産地消なんて言葉も、ね、言ってね、ありますけれどもね、それから伝統的なことを重んじるっていうのは風潮も、まあ、出てきつつあるところで、うん、まあ今後ですねそれがどういうふうになるかということなんですが、まあいずれにしても科学も非常に未発達でありましたし、
それから井戸先生が先ほどから言われているように、そういう文化とか伝統ということを処理するその民族学なら民族学っていうのが、今度はその世界規模とか、それから工学的なやり方とか全く独立でやってるので、まあ、民族学に行くとなんか藁が出てきてね、いろりでっていうことになって、それと現代の生活との融合とか考えてみるとか、マクドナルドの差を見るとかいうことは全くやられてないっていうのが、まあ、まだ現状ではあってですね、まあ、その分野でまあいろいろ先端的なお仕事をされてるとまあいうことなんですね、はい、どうぞ。そうですね、今先生がおっしゃったように、ですね、例えばトランプといっても一つ記号ですよね。で、日本の中にもそのいろんなこう地名とかいろんな記号とかがあって、でトランプさんはたまたまドナルド・トランプですよね。そう、ドナルド・トランプ、ねね、そうするとマクドナルドも、マクドナルドはドナルドさんの息子って意味ですよね、うん、マックだから、うん、それでその象徴がピエロじゃないですか、はい、でトランプも象徴はピエロじゃないですか、はいはい、道化師じゃないですか、はいはい、道化師が出てきたというのは一つね、やっぱり人間にとってどこかにこう深いところで道化師が出てくると世界が変わるっていう、うん、そういうね、なんか深層心理のところってあると思うんですよね。あのマックっていうのはアイルランドかなんか、うん、そうです、そうです、でしょ、はい、マクドナルドとかマックレガーとか、そうそう、はい、ね、うん、MC、ドナルドっていうのはあれはイングランドですかね。ドナルド、そう、イングランドかもしれないですね、うん、でもマックドナルドとかマックレガーとかは全部その息子って意味なんですよね、うん、そうそう、子孫って意味なんですよ。なるほど、そうするとやっぱりドナルドもアイルランドかな、うん、がドナルドさんの子孫、そうですね、アイルランドとか向こうの方の名前のような気もしますね。 ね、うん、これなんでトランプっていう、ドナルドでトランプだから本当にその辺つながっちゃうんですけど、すいません、はい、どうぞ、はいはい、じゃあ次で、次ですね、はいはい、これちょっと分かりやすく説明したもので、まあ、社会の中におけるこう、共同体に存続する、存在する有形無形の文化とか風習とかそういったところは領域なんですけども、で例えばそのここにカッパがいると、でカッパっていうのは、実際にはいないというものなんですが、誰も見たことがないと現代では。でもほんの十数年前とか、私民族学で歩いてると普通におじいさんおばあさんたちはカッパに普通に会ってたんですね。でカッパに足取られたとか、あいつはあのカッパに腕抜かれたんだとか、そういう話っていうのはもう当たり前にあったわけです。じゃあそういったものって一体何だったのかっていうことなんですが、次のところに、はい、でこれちょっと整理したものなんですけど、これは気になる対象カッパで、物理的に見るとこれはまあ民族情報工学の一つの思考法です。こちらは物理学的に見ると、まあ、真実性を問うので、疑わしいもの、実証できないものは真実ではないということで、カッパというものはいないっていうふうになります。でほとんど今の社会っていうものはここで全部切り捨てられている。これでいいのかっていうことが問題なんですね。要は伝統とか伝承とか我々が生きてきた、要するに証といったもの、それはむしろ、民族伝承とあちらの方にあるんじゃないかと。じゃあそれは全て無視していいのかっていうところ、無視してしまうことによって何らかの、こう弊害が起きてきている文化の中に、から、0か1かっていう全てね決めるんじゃなくて、やっぱりこの過程とかプロセスとかいろいろ重要なわけですね。そこのところにをちょっと注目してみるっていうのも一つの考え方でもあります。でじゃあ具体的にまあ一つその例を挙げますと、こちらのこと、民族伝承に注目していくっていうことで、有用性、真実かどうかは問わずその価値を可能にするこう信念体系というのを明確化してみましょうということで、カッパという情報が共同体にどう機能したかというふうに考えたわけですね。で、まあ、日本全国のカッパを、見ていきましたら、カッパの周りにいろんな形容詞、形容動詞がつくわけです、カッパの川流れとか、カッパのなんちゃらとか、カッパの頭には、皿があるとか、まあ、いろいろそういうのがついている。じゃあその形容詞の方がむしろ重要なんじゃないかというふうに捉えていきますと、まあ大体その渦が非常にこう活版のここに渦があるとかっていうところ、渦が非常にこう強いところ、やっぱりそこは川の流れが急流であるとか、それから足を引かれるとか、要するに危険が高いところ、危険性があるところに子どもに行っちゃいけないと。で例えばその危険はこういう危険なんだよというものを一つのその稀有な存在をもってして示しているとか、まあ、そういったことっていうのがね、あったんではないかと。そうすると人間っていうのは集団でそういう、なんですかね、皆さんがそれを信じているとですね、見えちゃうんですよね。
そういうなんか稀有な存在を見てしまうっていう。それあの最近あのレビー小体ってご存知ですか？レビー小体、うん、ああレビー小体、脳のではなんかこう、あれは精神的に絶対にこうあってはいけないというものが見えるっていうことが多いらしいんですね、うん、例えば家に帰ったら奥さんがなんか知らない男の人と寝てたとか、うん、そういうのが見えるらしいんですよ、うんうん、でも実際いないんですよ、はい、でも見えちゃうとか、お手洗いに入るとなんか怖いという印象で、はいはい、お手洗いに入るといつも幽霊がいるとか、はいはい、っていうのを見てしまうっていう、そういうその脳の中にある仕組みっていうのはまだ全然分からなくて、うんうん、人間は精神的に何かこうなんですかね、極限まで行った時に、はい、何かしらのそういう情報によって、脳の中のこう作用というかそれをこう安定化させたりとか、うん、なんかそういうことがあるんじゃないかなみたいなところがちょっとあったりします、うん、これはあのもう今からもう80年ぐらい前に思うんだけど、本当は井戸さんとは20年か30年のお付き合いですしそんなに古くないんですが僕の頭の中で100年ぐらい前かって感じがするんですが、実はカッパのことを教えていただいたのは井戸さんが初めてで、私にもそういうちょっと感じがあったからなんですが、カッパというのはその時井戸さんが僕に教えていただいたのはですね、カッパというのは科学的に存在しないっていうのはまあ間違いではないかと、そこは難しいんですが、カッパという実在した生物が存在するかという問いでは存在しない。しかし人の心の中にカッパというのが存在するかって言ったら存在する。その理由はなぜか、伝承とか伝統とかいうもので残るものっていうのはそれが意味があるから社会に残るんであって、意味のない伝承は消えていくと。で、まあ、今井戸先生がお話になったわけですが、つまり例えばおばあちゃんが可愛がってる孫がいると、理髪でね何でもよくわかると、それがまあいつもバーッとおばあちゃんつって言ってくれると、その理髪で将来非常に楽しみな孫がですね、ある時、無残な戸板に乗せられてですね、大人が運んできて、それで死んだと。で聞いたら池に、引きずり込ま、池に落ちて死んでいた、そこは池に落ちて死んでいた。それをおばあさんの心で納得するためには、あんな理髪な孫がね池に落ちるはずはないと。それはきっとカッパがね孫の足を掴んでズルズルと引きずり込んだに相違ない、そうでないとおばあさんがその理髪な孫であるということと、それから池に落ちたという現実を理解することができないし分からないと。だからカッパというのは、存在しなければいけないものとして存在するんだと。いやまあ僕はびっくりしてですね、おそらそうだとね、僕なんかね物理だからえらい理屈の世界なんですけど、いつも僕言うんですけど、ここにこうその手をぶつけるとなんかぶつかってねこっち抜けていかないんですよ、うん、実にこれ不思議でね、現代の物理学じゃ説明できない。これはもうぶつからないでこっち行くはずなんだけど、うん、行かない。で我々っていうのはね、今例えば、これは井戸先生が違うというかもしれないけど、紫式部にね飛行機を見せて、あらなんだとこう言うと、紫式部は多分天狗とか言うんですよ。つまりねそれは飛行機なんです本当はね。ということはどういうことかって言うと、我々が現実の社会を見てそれをどう解釈するかっていうのは我々の知識の範囲で、まあ、くだらない知識とかいいんだけど、大脳皮質の知識の中でそのものを見ようとしてるわけですね。ところが我々は1万年も経ったらね、もう全然また違うように見えるわけですよ。この、あれがね。それで今までの科学のまずい点はですね、現在の自分の知識でもって説明できないものは嘘であると。こういうふうになるわけね。だからまあカッパも嘘である。しかし。カッパという存在は何を言ってるのかがよくわからない。つまり本当はカッパという実在がいるかもしれないんだけど、それは今の我々の知識の範囲の中に入ってないっていうものがね、ものすごく多量にあるなっていうのは、そのカッパの井戸先生から僕が教えていただいたカッパの話ですね。そりゃそうだろうと、ばあさんにしてみりゃそうだろうと。だからそれが必要だから残ってる。そうするとね、
桃子さんね、現代社会の人たちのはもう非常にかわいそうで、うん、でも必要な知識全部削られちゃって、で現在のつまらない科学の中でしか説明できないものしか心にないんですよ、ね、そうすると精神的疾患は当然起こるわけですよ。だって今までそういうことで精神を納得させた、本当は今から1万年経つと河童っていうのがどういうものか、このところの空気に何かのどういうものが浮いてるかというのが分かると思うんですね。だから、まあ、今日は玉敷神社に来ましたが、まあ、井戸さんのように感受性の鋭い人はうんと感じるでしょうけど、うん、僕ぐらいでもね、うん、なんか神社に行くとねいつも風が吹くんですよ。すがすがしい感じがするんですね。玉風、何風って言うんですか。玉風、あ、玉風って言うんですか、うん、だからじゃあ玉風というのが、はい、どういうものかっていうのはまだ科学で分かんないだけで、うん、本当は今から1000年ぐらい経つとね、分かってね、それでそうか、人間っていうのはそういうものを感じつつ生きてるんだなと。でその玉風が吹くと僕の耳がどうなってどう脳にどう入ってっていうのが分かってくると思うんですよね。だそういう点じゃ、あの河童っていうのは非常に僕にとっては衝撃的で、その後ね芥川龍之介が結構河童って書いてるんですよ。 あ、 す、はい、あれはどういうことで書いてるんですかね。そうですよね、河童ね、河童の絵をね、芥川龍之介ってカッパ好きなんですよね、だからあれも非常にこう感受性の高い人間でしたからね。あのイメージでこう捉えるっていうのがあって、例えばペリーがね、黒船がついた時にペリーの絵がたくさん風刺画が残されてるんですけど、ああどれ一つペリーに似てないんですよ。ああそうかそうか、でペリーという存在を具現化してたまたまこの顔になったっていうか。そうですそうです。ああ、だからペリーも実際見に行ってるんですよ、ペリーの顔見てるんです。ああ、はあはあ、見てるのに、はあはあ、ペリーはヒゲもないし鼻もあんなに高くないのに、はい、鼻は生えてるわ、そのヒゲもね、で赤ら顔とか、はいはい、でどんどんこう天狗みたいな顔にしちゃってとか、はいはい、鬼のような絵なんか、そうですね、天狗のような顔してるの多いですよ。そうです、うん、でじゃあ日本人が絵が下手だったかというとそうじゃないんですよ、うん、ああそうそう、心が見たままを表出させている、うん、表出させ、うん、で今先生の話でちょっと思い出したんですけど、うん、やはりその嘘も方便という言葉があって、うん、で昔の人たちは例えばなんかこう誰かがイライラしてて怒ってるって言った時に、あの人は虫の居所が悪いんだよって済ませちゃうわけですね、うんうんうん、だからこう無駄な争いをしないっていうか、いや虫のせいなんですよと、腹の居所、なんか虫の居所が悪い、そうそうそう、そう、それで虫を退治してしまえばいいんじゃないかって言って、うん、で虫を退治するね神社があったりするんです。ああそうですか、あ、うん、殺虫剤を飲むっていうわけじゃないじゃないじゃないですよ、要するにその人の心を調整するっていうか、そう、ね、まあ、心の中でいやもう、あ、なんであんなに怒ってたんだろうっていうふうに自分でこう反省すると虫がいなくなったっていうわけですね。あ、なるほど、はいはい、なるほど、ですからその心の安寧というものを図るために争いの種というものを、あの人が悪いんじゃなくて、あの人にたまたまついてる虫が良くなかったんだよというふうなことで、うんうん、なるほど、方便ですね、なるほど、うん、だいぶ心が軽くなる感じがしますね。そうですそうですそうです、それ、ね、そうです、実はその情民族学とか情報学とか工学とかいうのがね独立しちゃってるので、うん、で河童はいない、しかし河童の効果というのは人間にどう作用しているかというのはある、うん、今の虫もそうだ、はい、でそれは嘘だかというと、実はその神社に入った風は僕の耳から入ってこうこうというのがあるかもしれなくてね、うん、だからその今までの人間の知恵をね、うん、とにかく科学で切り刻んで捨ててしまうというのはちょっとどうかなと思ったんです。確かに、ここで一段落ですか、それとも次にありますかね。あ、じゃあ一段落してみます。一段落ですね、はい、はいはい、まあ、今日は第1回で、はい、まあ、入り口ということでですね、初級編というんでしょうか、初級編ですね、はい、始まったところになりますけど、はいはい、今後もまたこの後は先生があの日本の中での暦ですとかね、そういったお話に続くというふうに伺っていますけど、いや、まあ、まだちょっとあるんじゃないかな、もう少し基礎があるかもしれません、はい、暦からまた深く入っていきます、ね、ああそうですか、はい、あそうですか、はいはい、ということでお話まだまだ尽きないようですけれども、今日は第1回井戸先生の回は1回目ということで、以上をもちまして武田邦彦の本当の話番外編、深い話以上とさせていただきます。井戸先生、武田先生、本当にありがとうございました。どうも失礼いたします。
clear